い、どうも、ゴリラさん。今回も、サンズオブザフォレスト、プレイしていきたいと思います。ストライク、前回このね、謎の地下施設に来て、消防士の斧か、取りましたね。で、あれか、そうや、カードキーも取ったんや。メンテナンスカードキーみたいな。メンテナンスキーカード。だから、これが多分、施設があったとこ、地下の、あっちも。多分そこなんよな。そこのキーカードです。とりあえず今日はスコップでショットガン取って、このね、キーカードを開けていきたいと思います。開けた何があんのかな、あそこ。なんか音はしたんよな、獣のうめき声みたいなのが。では行きます。ほんで、この前宇宙船行ったやん。宇宙船実は入れたっぽくて、後ろから。で、俺ちょっとそれを見過ごしてたよな。だからそこも行きたいと思います。で、まあとりあえずショットガンとメンテナンスキーカードか。それをさっき取りに行って。その次ショットガンやな。あ、ショットガンちゃうわ。あ、宇宙船か。これ作っとくかな。テックメッシュ。これ作っとこう。これアーマーなんよな。強えぞ。あ、テックアーマー。なんか作るんか。忘れてた。はぁ、なんか足らんやん、これ。あ、バッテリーか。なんもできんやん、これ。作った意味ね。さあ、行こうか。斧は消防士の斧の方がええかな。こっちの攻撃力は高えんよ。消防士の斧の方が。ただスピードがどんどん遅くなってると。まあでもやっぱ俺は攻撃力重視よね。スピードより。だからこっちはマジで強攻撃いらんかもしれん。消防士の斧は。これか。マジで遅いからな、これ。これ片手持ちの方が早かったりする？お、片手持ちの方が振り早いんや。初尻。多分こっちの方が早いやろ。攻撃。あんま変わらん？あんま変わらんかった。と水分がな、水分今出たな。これってどこ？エナドリ。ほんで、鍋やね。いつものあの人肉鍋が食いたい。チキンラーメンか。でも腕がないんか。足しかねえわ。腐った。あ、で、そうそう、もう一個気づいたことがあって、上があったかさやろ？上があったかさやね。確か。上があったかさで、真ん中がさ、リラックスモードみたいなやつになってるやん。これ多分寝るときに、このリラックスモードが高い服着てると、睡眠ゲージがちょっと上がりそうな予感はしてるんよな。だ今度寝るとき、この睡眠ゲージが高いやつで寝ていきましょう。タキシードとかでええかな、一旦。外から見たいわ、タキシード着てる俺。タキシード着て食人族を狩りまくるというね。あ、ケビンか。よかった。一瞬食人族か思った。ケビン、でもお前、俺丸太集めとけって言ったはずやねんけど。あ、お姉さん。あ、全員集合してる。よし、ほんなら、もう一個の、そうやね、この上のピコピコと、紫か。隊員が埋められてる。スコップで掘らなあかんとこ、そこ行きます。来てるな！うわ、食人か、これ！くっそ、こいつら！待って、お姉さんとこ行くか！行った、こいつ来しょ！でかいでかいでかい、お姉さん暴れてる。やれやれやれ。2匹おるんか。オッケー。こいえ。くそ。死ね。ナイスナイスナイス。これ強えぞ、多分。一発がでけんよ。しんどれ。あ、もう一匹の猿はどこや。逃がさんぞ、これ。おったおったおった。こんにちは。レーブス。お、やば、飛んじゃった。はは、よし、腕もらっとこう。お前人肉要員や。お前は。よし、人肉の材料できた。骨の鎧も作れる。骨がないんか俺。骨の鎧作れる、もしかして。ワンちゃん、あ、いけるやん、いけるやん。よし、でけでけ。よし、骨になってもらうか。悪いけどあんたには骨になってもらいます。ザコがよ、調子乗りやがって。はいよ。あれ、火つかん。なんか来てる。お前かよ。ケルビン、ケビン、燃えるぞ燃えるぞ。お前こんな死体燃やしてるとこで休憩すんな。よし、骨になった。よし、こっちで音するけどな。おったおった、猿が。あ、なんかすごい鎧つけてるやん、お前。あ、2匹着てるな。え、服着てるやん。3匹か。
オッケーオッケーオッケー、お前ら喧嘩売ってきたな、殺したら。まず、いないよこいつ。ジャンプ投げしてきたぞ。はい、足会いたいなー、足。はい、強攻撃、悲しく。やば、吹っ飛んだぞ人。お前もこれ、クソザル、クソザル。え、クソ、逃がさんぞお前。向こうに巨体がおるな。いや、女の人やんこれ。くっそ、あいつ足速い。くっそ、もちろん巨体殺させてもらうか。泣いてる泣いてる。よし、死んでもらいます。あ、ライフルか、もったいないな。でもさ、来てる。うわ、おるんかよお前。ちょっとお姉さんどこ行った。来た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 、猿が2匹来たぞ。こいつちょっと強いやつやな。うるれー、まずい。やるやんお前。足足足、ふい、あ、くそ。お姉さんどこ行った。ケルビン、どけ。ケビンか。えい、あ、ヘッドショット決まった。はい、お疲れー、死んどれザゴが。逃げたやつら追っかけるか。あ、おった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 、あいつらじゃね。あいつっぽいな、殺そう。どうやって殺そうかな。あ、上にもおるな。とりあえず下のやつ殺しましょう。お姉さん来てないか。まあ一人でもいけるっしょ。こんにちは、こんにちは、わんこそば。もう一人は、もう一人の猿はどこや。お前か。あ、こいつ強いやつじゃん。なやお前、一騎打ちしたいんか。あ、喉に、喉チンコにさせていく。あ、ここ俺が見つけた集落や。一回、え、来いよ、パリーするか。やっぱ強いわこの斧。あ、くそ、何してんねんお前。来た来た来た、ふい、ヘッドショット。頭打ったら倒れちゃうねんよなお前。死んだか、虫キャラが。まだおるな。死んだ、えい、なんやこれ。おいや、あ、2匹、2匹ぐらいおる、おるな、来てるな。何してんねん。うい。うい。ヘッドショット。くそ。やるやん、おっさん。はい。逃がすか、ボケ。くそ。くそ、こいつ。やっぱ、族長みたいなやつ殺してるから、ビビってるわ、あいつら。よし、顔のポーチでかい。はい、やんのけ。乗らないぞね。おらー、ワンパン。あ、くそ、外してもらった。三発で死ぬ。だいぶ強い、この消防士の斧。おーい、さっきいじめとったやつどこや。殺してるから出てこい。お前か、お前やな。はい、足。あ、お疲れしゃあ。ここの集落ちょっと調べたかったよな。ケビン何してんねん。お、ほんでこれに祈ってたんよ確か。十字架がある、グロ。さあどうするケビン。布やん、でかい。でこいつらは何。あー、なんか近代的な服着てるな。なんか現代人じゃないこいつら。なんか生贄みたいな感じにされたん。あ、これ腕玄関みたいな感じで潰しちゃったら。虫キャラどもかかってこんかい。全部潰しちゃったら、お前らの建造物。これザゴが。
あこれ多分俺も作れんのよな。これ串刺しにされてますよ。さあポーチ開けますか。ポーチ3つ手に入ってる。でかい。いやー薬きた。薬飲もう一旦。ちょっともうちょいポーチを開けと。いやーマジで革のポーチ助かる。でかい。で骨の鎧も多分もうちょい作れるやろ。骨にしたし。骨の鎧がやっぱ一番作りやすさはあるな。ロープもあんま使い道ないしな、これ以外。大量大量。弾も大量にあるな。めっちゃあるで、ほら。9ミリが50発ぐらいある。ハンドガンじゃ俺50発ぐらい撃てるわ。おった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 ぞー。獲物が。でもあいつ女っぽかったな。一旦クソ、飯が。まあ、一回ラーメン食っとくか。そのまんまラーメン。あ女か、お前。あ、男っぽいな。え、どっちや、こいつ。あー、女子か。あ、でもこいつ爪持ってるぞ。あ、こいつ戦う女戦士や。強すぎる。よし。君は骨になってもらいましょう。ちょ、待って、ミスった。あ、燃えてる燃えてる。お前ら一人ずつ来たらあかんで、ほんまに。俺には勝てんねんからさ。あ、オッケー、骨になってきた、骨になってきた。よし。お疲れした。あー、テープが一個しかない。まあまあ、いいでしょう。ほな、ちょっと水がないね。水汲みに行くか。さあ、食事いつ消えちゃうやろ。もう数やべえんじゃん。あ、綺麗な滝か、あれ。綺麗ですね。よし、水くもう。水。チキンラーメンや。必殺。これがマジで使えるんよ。もう毎日人肉ラーメン食ってるぞ、俺。もうレシピ覚えたしな。新鮮な腕と。腐っとってもええよな。これが人肉ラーメンの作り方でございます。マジ万能食材なんよな。腹も水分も体力まで回復するっていうのは。一石三鳥よ。人肉ラーメン。くそ、食人がちょっかいかけてきたから、だいぶ道それちゃった。あれ？緑のピコピコが3つある。この一番近いのが、前寝たところやろ。で、この、今上にあんのが多分、一番最初に行ったピコピコ。で、こっちがまた新しいなんかピコピコが出てきた。まあ、とりあえずこっち側のあの、スコップで掘るとこ行きたいよな。隊員の墓を。もうショットガンは多分俺お姉さんに渡さん。自分で使いたい。めっちゃ弾あるし。いや、洞窟までな、お姉さんが来てくれるんやったら渡しとってもいいんやけど。ついてこんからな、洞窟は。あ、万能食材。マジで万能。で、リラックスゲージも溜まってるんよな。あ、ほんで、リラックスゲージの下に、あったかいマークか、あれ。あるやん。今気づいたわ。だから、温まってるんやろ、体。なるほどね。やっと理解してきた。21日目にして、やっと理解してきた。この辺のシステムを。いや、ほんまに何の説明もないから、わからんのよな。いや、消防士の斧強えわ。いや、これ弱攻撃でどついただけで、だって、あいつら倒れるから、そこで強攻撃ズドンってかましたもう終わりよ。強い。一発弱当てたらもう勝ち目ある。そんぐらいの強武器。ただ、振るのが遅いから、使うのはちょっとコツがいるか。こんなとこに俺車捨てた？あー、ここか。テントあったとこか。捨てたわ、捨てた。ここに。これか。あー、あれの乗り方やん。あー、これ富豪たちの、遊び道具やったんかな、あの車みたいなやつ。うっせえ。あ、これも電子基板出てくるんや。このテントがめっちゃええんよな。うわ、バッテリーも。そう、バッテリーとか結構ね、この重要なアイテム落としてくる。あとドリンク。よし、行こう。あー、食人か。どうする？やる？お前ら。
あ、2匹おるね。どうすんね。あ、やるか。あ、3匹おるね。はい、はい。はい、無駄。あ、ダウンセン。こいつ顔歪んでる。え、なんか、左頬めっちゃ腫れてんねんけど。大丈夫？お前殺す。はい、じゃあこう。はい、次お前。はい、足一体な戦法発動。お、お前やるやん。あ、逃げちゃうの？逃げせん。こいつらな、逃げるふりするよな、たまに。アホ。アホ。おつ。あー、腕ちぎれて痛いな。あ、お前の腕食ったる。お前の腕。え、あ、お前の腕か。はい、おつし。楽なれ。なんでこいつこんな強い。死ね。はい、次お前か。え、何踊ってんの。え、なんで踊って、なんで踊ってたお前。友達死んじゃった。友達死んじゃったな。え、どうしたどうした。何やこいつの攻撃。また新しい動きしてるぞ。こんな動き見たことないぞ。やっぱ泣くんやな。これ見ると辛いよな、ほんまに。あ、行っちゃった。なんかかわいそうやからやめとこう。いや、だってお前らから全部喧嘩売ってきてるからな。こいつかわいそうやな。こいつも死んでんのにな。こいつは泣かれへんかった。ほんで、紫のとこか。行こう。ふぅ。懐かしいぞ、ここ。うわ、めっちゃ序盤の時おったやん、ここ。この辺。確か俺、この辺に流れ着いてきたよな。で、最初に入った洞窟ね。ここが地獄やったと。でもう今行ったら多分余裕やぞ。やっぱ割と洞窟入る前にこうやって物資ちゃんと集めてから行った方がいいかもな。ちょ、いらんいらんいらん。もう洞窟見つけたらすぐ行きたくなるよな、俺。止められへんのよ。やっぱめっちゃアイテムいっぱい落ちちゃった。ちゃんと拾って、わあ！ちゃんと拾っていいかな。マジ、怯えとった頃が懐かしいわ。もう今は何も怖ない。食人はな、もう余裕で殺せる。ちなみにこれハードやからな。何回も言ってるけど。食人は余裕で、ちょっと洞窟がちょっと手こずるな、まだ。やっぱあいつらはな、強い。洞窟の化け物たちは。食人はな、ちょっと人っぽい動きするから、ある程度攻撃の仕方がわかるんやけど、洞窟の化け物たちはな、まあ、人型ではあるけど、ちょっとわかりづらいんよな。攻撃の仕方が。一旦ちょっとどっかで一泊しよう。だいぶ近くまで行って。ああ！もうええか。ここで寝よう。リラックスゲージ溜まった間に寝た方が良さそうやしな。で、リラックスゲージが高い服で寝よう。フードパーカーか。いいね。寝巻き寝巻き。俺の。で、寝まーす。おやすみ。おは。おー、スタミナが、あ、やっぱ睡眠ゲージ上がってる。よかったよかった。ちゃんと寝れてなかったやな。スタミナがなんかすごいことになってるぞ、あれ。右下。何あれ。あ、回復してんのか。いいやん、いいやん。いや、久しぶりに疲れ取れたんじゃない、こいつ。朝のチキンラーメン。格別。うわ、懐かしい。マジでここ、めっちゃ怖かったもん。あいつら結構出てくるし。水すくっとこう。水や、水。マジで、こいつか。お前殺すぞ。お前らしつこい、マジで。こいつらも、全部殺しとくか。全員。邪魔くせえわ。お前ら悪いけど。はい。くそ、スタミナが。お前、もうあいつら誰、死ねえよ。痛い。
えい、えい、あ、死にかけてんなお前ザゴニャン、ボケ死んどれ、次お前ザゴナス、ザゴガス、あ、こいつ殺す、こいつ、こいつ、マジ殺す、死ね、死ね、お前弱ってんな、お前から殺す、死んどれ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 、やっぱ槍弱いな、命乞いしとけ、休んどばいちゃうぞ俺ボケ、お前、お前絶対逃がさんぞこれ、パリーしよう、こいかす、このな、頭に角があるやつは突進してくんのよ、あ、逃げんのお前、殺す、絶対殺す、逃がんのかい、ボケ、どないすんねん、はい、無駄、こいつ、こいつマジで殺せ、あ、待って、こいつ強い、いや、まずい、これまずい、いや、まずい、危ない、こいつマジ殺すぞ、あ、死ぬ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 、ボケ、お前待てこれ、お前待てこれ、アホンだれザゴやっぱ、こんなザゴにライフル使っちゃった、イラついて、ちょっとお前マジでどっか行ってくれ、一旦回復できる、アホネの鎧作れんのか、テープないよな、どけよ猿、お前やり返せアホ、クソ猿こいつやばい、ちょっと待て、あかん、ちょっとまずいね、一旦こいつら、クソ回復がもったいねえ、これ回復中にどつかれたら回復が途切れんのやな、多分一旦こいつら骨にする、よし、腕あるな、お前の腕もらう、よし、こいつのもう一個腕もらっとく、よし、鎧作れんよな、ショックカーボンファイバーとか作れるぞ、爆発矢とかも作れるそんな物資がちょっとないよな、テープ増えてる、テープ増えてる、よし、骨になった、骨になった、よし、お前マジかよ、くっそー、めっちゃ出てくるこいつら、なんやお前、殺す、パリー、はい、ザコが、パリーうま、はい全員燃えてまい、猿がもうこいつ殺しに来たけど、骨になりに来てくれたなこいつ、ええやつや、ありがとう、俺のために骨になりに来てくれて助かるわ、来たよ、うわ20日越しに開けれる、さ、ほんまにショットガンあるんかな、でもこれはさ隊員たちが埋めたよな絶対に、でもショットガンごと埋めるってアホすぎんか、なんで武器埋めたんこいつら、なんでショットガン埋まってんねん、あ、見つけちゃった、なんかこの R って、あ、リロードか、あ、こんにちは、どうされました、どうされましたか、試し撃ちしていいですか、はい殺しまーすえ、どこ行った、待ってバカ強えやん、これやべえぞ、代わりに埋めとくこいつ、あ、 GPS ローターも手に入った、ちょっと待ってこれバカ強い、ショットガン弾30発あるし、あ、ショットガンレールとかそういえばあったよな、おお、おお、なんかついた、レーザーサイトとか作れんのか、懐中電灯、ああどうしよう、懐中電灯いいんじゃない、え、これ構えとったらどうなんのこれ、光ってる、バッテリー使ってんのかなこれ、めっちゃいいやん、これでバッテリー減らんかったら割と最強やぞ、洞窟探索